そうだ。あまり引っ張るな。痛い。待て。わざわざ向こうを向かなくていい。寝にくいだろ。逃げるな。僕は、お前のことをもっと知らなくてはいけない。お前も、僕のことをもっと知っていい。だから髪くらい、触っていい。休み。異界か。一体何年ぶりになるか。よもやまたこの世界に足を踏み入れることになろうとは。わしの名はグレン。エルディラントの大地を治める三神の一人。神竜様に仕えし竜族の一人。ゆえあって不本意ながらアンジェラのお目付けのようなことをしておる。そのアンジェラから連絡が途絶えて二日。イリス姫との決闘後、彼女は忽然と姿を消してしまった。彼女がおいそれと死ぬような玉でないのは知っている。いや、たとえ命を落とそうとも、ワルツの断りの中でのことならわしの出る幕はない。彼女もそれを甘んじて受け入れるだろう。だが、こたびのワルツは普通ではない。調べれば調べるほどに、きな臭い話が湧いて出てきよる。王妃の僕、ソロディアを代表する素性不明の姫イーリス、王子クリスに関する不穏な噂、父王とソロディアの間に密約の影、未だ姿を見せぬビスレイの姫、ビスレイの盟友である牙の王の不可解な動き、そしておそらくはそれら全ての動向を承知しつつも容認しておる最低者どもの思惑。間違いなくこのワルツの裏でわしらの知らぬ何かが進行しておる。彼女がそれに巻き込まれたのだとしたら、無知なるまま身を置くのはあまりに危険すぎるこの状況。アンジェラ、どうにか無事であってくれよ。ん？ガードナー、早速わしの匂いを嗅ぎつけてきたか。下等な獣の相手などする必要もないが、久々の異界だ。肩慣らしをしておくに越したことはあるまい。うすのろめ、竜の方向を浴び土に帰るがいい。ファイヤーブレス。少し力を入れすぎたか。あれ？何？って、なんだこの体は？なんでこんなに小さく？わたたた！たま、待て、話せばわかる！うわー！
ます、クリス様。ついでにあなた、おはよう、鈴代。今日も仲のよろしいことで。昨日は言い忘れていたが、2日前から新たな家にお世話になっている。昨日はわざわざ訪ねてきてくれたそうだな。屋敷の方にも行ったのだろう。心配させてすまなかった。いえ、こちらこそ夜遅くにお騒がせして申し訳ありませんでした。なんだ？昨日のお出かけはイーリス姫もご一緒だったのですか？いや、新たと二人だが。そうですか。ではイーリス姫に伝言をお願いできますか？彼女とはいつ出会えるという保証もないが、それでいいのなら伝えておこう。では昨日の借りを返したいとだけお伝えください。何かあったのか？昨夜、彼女の戦いの場に偶然足を踏み入れてしまいました。その際、あくまで偶然ですが、彼女の技をこの目で。それだけか？はい。ですが、イーリス姫の手の内を知ってしまいました。このままでは鈴代のプライドが許しません。こちらも手の内をお見せするゆえ、今晩昨日の公園に来られたしと。戦う気なのか？彼女と。イーリス姫がそう望むのならば。ですが、今晩こちらからは決闘を申し込む気はありません。これは私なりのけじめですから。イーリス姫がいぶかしむのなら、それもそのようにお伝えくださいませ。わかった。お手数をおかけします。すみません。朝からこのような物々しい話をしてしまいまして。では参りましょう。今日も腕によりをかけたお弁当をお持ちしました。まあ。勉強した。今からが青春タイム、青春のデート。今日はあの眉毛チビも来なかったし、このチャンス遊びに行きましょう。クリスキュー、いつとは言わず今からぜひぜひ。今日という日は今日しかないの。レッツエンジョイザ青春。何言ってるの、今から特別学級会。昨日言ったでしょ、今日の放課後応援合戦の衣装合わせするって。うそというわけで、クラス対抗球技大会男女入れ替え応援合戦の参加メンバーは、男子クリス・ノースフィールド君プラス他1名、このように決まりました。何？この間2人が授業中に出て行った。すまん、
圧力に屈し友を売った俺たちを許してくれ。だって女子のみんな怖かったから。人聞き悪いわね。あれよあれ、適材適所ってやつ。そうそう、女の子の格好するならやっぱり綺麗なのがいいもんね。そうそう、美少年の女装、これぞ青春、学生の本分よね。それはどうだろう。まあそういうことだから、ごめんねクリス君、ここは我慢して。カメラ、カメラ！
記念撮影記念撮影。もう勘弁してくれ。いつものことながら本当に感心する。何がだ？ほう、どうしてそう思う？ほう、新たにそんな気遣いができるとはな。こちらも結構意外だ。冗談だ。その気遣いには礼を言う。もちろんお前の言う通り、女の姿をすることに抵抗はある。女扱いなどされたらすごく怒るだ。あれは女装だからだ。女装というのは男性が女性の格好をするものだ。僕が女だと知っていたら、女子のみんなは僕のこの格好でああいう風には騒がないだろう。つまり結局は男扱いされているということだ。だから騒がれるのもそんなに嫌でもなかった。それに隣でお前も同じ格好をしていたしな。お前もなかなか様になっていたぞ。そうだな、あれは極めて心もとない衣装だ。普段からあれを履く女性の勇気はすごい。裾の長さも何せこの辺りまでだろう。しかも下にはズボンも履いていないし。このバカ者！それとこれとは別だ。変な目で見るのは許さん。難しくない。大体お前だって自分の体をジロジロ見られたら嫌だろ。まさか嫌じゃないとか言うなよ。口に出すな。羞恥心がないのか。僕だって昨日のことが嫌だったとは言ってない。お前というやつは意地悪で言っているのか。ああそうだ、そうだと思う。別に嫌ではなかった。でも喜んで見せたわけじゃないぞ。嫌でもないが見られたいわけでもない。あれは特訓だからだ。そうでなければ誰が好き好んでするか。あの時は死ぬほど恥ずかしかったんだからな。そうか。何を見つめ合っておられるのですか？うわあ！鈴しろ！階段を上り、扉を開け、声をかけ、足で歩いてきましたが、どうした？何かあったのか、鈴しろ。まあ、そんなに慌てて。私に聞かれたら困るお話だったのですか？
ご安心ください。私は何も聞いておりません。私が来た時にはお二人ともじっと見つめ合っておられましたから。そうか。まるで恋人のように仲がよろしいのですね。何を言って。お邪魔しました。どうぞお話を続けてください。私は帰ります。お弁当箱をいただきに来ただけですから。あ、鈴代！触らないでください。あなた！鈴代！いいから見せてみろ。鈴代、新たに謝るんだ。鈴代！嫌です。鈴代は謝りません。なぜですか？いつも新た新た新た様のことばかり。クリス様が初めてできた同性のご友人に入れ込んでおられるのはわかります。でも鈴代だって何年も会っていなかったのです。ずっとずっとクリス様に会いたかったんです。なのに今日だってお昼に来なかったことを心配もしてくださらない。そんなことはない。鈴代の気持ちはすごく嬉しい。僕だってずっと鈴代に会いたいと。です。この世界に来てからいつもそうやって上辺の言葉や作り笑顔ばかり。私にだってわかります。私に見せる顔が新た様に見せる顔と全然違うことくらい。鈴代、私にも新た様にするみたいにしてください。怒ったり笑ったり心配したり。もっと鈴代のことも見てください。鈴代、僕は室の鍵返しておしまい。荷物運びに付き合ってくれてありがとね。いやーそれほどでも。そんなことより早く早く。はいはい、焼きましね。そう来なくちゃ。それにしてもみんな頼みまくるんだもん、大変だよ。こんなことならりっちゃんに頼めばよかったな。りっちゃん家ならプリンターとかもあるだろうし。まあまあそんなこと気にしない。はあ、学園生活って楽しいわ。まさに青春花盛りって感じ。なにそれ古い。え、あ、怒った？ごめん、悪い意味じゃ。し、どうしたの？何か聞こえない？機械っぽいような時計のような。別に。こりゃなんか嫌な予感が。うわぁ！うわぁ！煙！火事！ああそこそこ慌てない&むやみに動かない。
頭低くしてハンカチ口に当てて。こりゃ嫌な予感ビンゴかも。扉が開かない。警報鳴ったから、うちの学校そんな大層な掃除ついてたの？開花、私まで入れないってことはガードなんて張ったものじゃないの？となると答えは一つ。個別認識決定、私を指名で締め出した。つまり邪魔されずに取り物を始めようってわけか。時間かかるはず。しまったな、こりゃ計算づくだよ。破る方法は探せないこともないけど、この子を一人で置いていくわけには。どうしよう、誰か。そこまで計算づくでやったなら、なんとも胸クソの悪いやり方だこと。そんな奴の手に乗るのは尺だけど、正義の味方リリアーナ様としては仕方ないか。ナノッチ、背中捕まって。でもどこに？扉がダメなら窓から外に出ようかなって。大丈夫、窓の鍵までは閉まってないと思うから。そういう意味じゃなくて、任せて任せて。こう見えて稽古を鍛えてるんだから。ささ、はい、うん。ちょっと手離さないでよ。じゃ、大脱出。突破に必要な時間。期待値は 1240.85 時間。24時間以内に突破できる確率 0.002% 弱。鈴代姫とリリアーナ姫を隔離。第一段階成功。でも、こちらの人を巻き込んだ。大丈夫かな？
イレギュラーは誤差の範囲内。一人が軽傷を負っただけ。殺したわけでもない。大した歪みは生まない。でも、無駄に心を揺らすな。ここからが本番だ。第二段階、彼女は、来る？来る。これまでの彼女の行動が証明している。彼女は見ている。クリス王子を。そしてクリス王子の危機に、必ずイーリス姫は現れる。なんてこと。私がついていながら。と思えば、そのような気休めを言っている場合ですか。まさか、それを信じろと。カードにも貼ったものだった。まず確実に、姫が貼ったもの。見切れるものではありません。クリスティのいる場所であんな危険な手段を取っているんですよ。力任せで壊すのは現実的ではありません。こういう結界は完全に閉鎖はしないはずです。それは桁違いの力が必要になりますから。だから必ずどこかにクリス様のところに通じる道があるはずです。でもそれを隠すために迷路上に空間をねじ曲げているようです。念入りに準備した結界であればたどり着くのにどれほどの時間がかかるか。正解の道がわからないならば、しらみつぶしに走ってでも突破するしかありません。何者ですか？アラオに掴む気持ちとはまさにこのことです。鈴代姫、経路の 17% 以上、到達までの期待値2時間45分。どうしてこんなに早い。彼女にそんな力があるから彼の力は。どうするの？問題ない。想定の範囲内。太陽、ケース C に移行。威力は発生機。2号、7号、9号、起動。止まって。変な履力場を感じると思ったら、こういうことですか。そう、要するにそれは優雅島です。私たちの相手をさせるために遠隔操作で履力を使って万人をおびき寄せた。結界といい、覗き機械といい、殺
小細工が好きな方のようで。しかし、これで私たちがクリス様に近づいていることがはっきりしました。さあ、突破します。しばらく隅でおとなしくしていてください。四方が姫、鈴代、参ります。
ただの擦り傷です。でもクリスタの足先にこの肌に傷をつけた代償は高くつきますよ。カルピス、せめてください。できる限り姿勢を低く。だと言っています。今はそんなことより一刻も早くクリス様を。そんなやわな体ではありません。あなた方とは体の作りが違うのですから。結構です。私の心配など無用です。そもそもあなたは偉そうに人の心配などしている場合なのですか？そんなことをしている暇があるのなら、自分の身を守る術でも考えてください。戦いの度、先ほどのようにかばわされては、それこそこちらの身が持ちません。開き直りですか？ずるい言い方です。でも、その言葉に理はあります。わかりました。手当てをお願いします。でも一つだけ。Thank you.
しまう。クリス様にも、あんなわがままで情けない姿を見せてしまいました。そうですね。初めてクリス様とお会いしたのは、まだ年端もいかぬ頃。クリス様がまだ10歳になる前でした。でも、年に2、3度会えるかどうかでしたから。七王は六国の中立地帯であり、王宮は不可侵の場所。次期の王であるクリス様に、四方国の姫が近づくなど、本来は許されないことですから。そうですね。最初は偶然でした。叔母からはぐれ、王宮に迷い込んだ私は、そこでクリス様に出会ったんです。クリス様は、お人形のように綺麗で、でも、お人形のように無表情な人でした。冷たい、陶器のお人形。声をかけられたとき、私、怖くて泣いてしまいましたから。そうしたら、ハンカチで、泣いてる私の顔を拭いてくれて、自分の顔は変わらないままなのに、泣くな、笑えって、後になってわかりました。いなかったんです。クリス様には、同い年の友達も、感情をぶつける相手も、だからクリス様は、どんな顔をしたらいいか、わからなかったんです。結局、見つかった私はおばにひどく怒られましたが、それからも隙を見ては、こっそりクリス様のところに通うようになりました。お会いするたび、だんだんクリス様は表情を見せてくれるようになりました。大きな声を出したり、笑ったり、そして、いつしか私は思うようになりました。もっともっとクリス様に好かれて、クリス様の一番大切な人になって、クリス様にとびっきりの笑顔になってもらおうと、そのためにワルツに勝ち、クリス様の妃になろうと。私、不器用ですから。一度に一つのことしかできないんです。何かをしようと思ったら、他のことが見えなくなるくらいまでやらないとダメなんです。だから、クリス様の一番になろうと思ったら、私の中を全部クリス様にしないとダメなんです。指先から肌の隅々まで、すべてクリス様のもので。クリス様以外の何者も中に入る隙間がない。それが、今の私なんです。すみません。つい長々と、面白くない話をしてしまいましたね。
いきなり最後の例えで品格が落ちています。いえ、言いたいことはわかりました。私もなんだかそんな気がしてきました。バカの一年ですか。すみません。さ、そろそろ行きましょう。はい、血も止まっています。歩くくらいなら大丈夫です。それよりクリス様の方に変わりは。新田様、先ほどの新田様のお知り合いとは、もしかして、イーリス姫のことですか？あの話し方では、ワルツに参加している人だとわかります。脇が甘いですよ。新田様は、やはりイーリス姫のお知り合いだったのですね。クリス様と行動を共にされているので、そうではないかと思ってはいました。いえ、私に近づいて探りを入れるほど賢い人には見えません。今も言わなくていいことを話しているのですから。それに、さっきの技などほんの前座。約束通り来ていただければ、私の本当の力をお見せします。そして、その上でイーリス姫を倒します。絶対に負けません。新田様の言う通り、ワルツが思いの強さを競う場であるなら、私の思いは、必ずイーリス姫の思いを打ち砕きます。そうお伝えください。お願いします。では参りましょう。クリス様のもとに。ここは、どこだ？ここは私の結界内。誰だ？ご機嫌麗しゅう、クリス王子。リーゼル・ヘンゼル、お前の仕業だったのか。早速だがお聞きする、イーリス姫はどこだ？アラダとスズシロはどうした？二人は無事なのか？質問しているのはこちらだが。知らない。そもそもこんなことをしても無駄だ。イーリス姫は来ない。ならば王子にはこのまま私の保護下に入ってもらう。なるほど、僕が目的か。だが僕を身近に置いて何に使う？ただの足手まといを一人増やすだけだぞ。王子には力がある。その力は姫に与えられ、姫を勝利へと導くものだ。どこで聞いたかは知らないが、そんなものはない。全ては過去の記録が物語った。王子は力なの。だから姫は王子を求め奪い合う。そうでなければ王子が戦いの場に同行する意味ならあるまい。たとえそうだとしても、僕はそんなものは知らない。そんな力を発揮する術もだ。今は知らなくとも、やがて目覚める。無理にでも目覚めてもらう。さあ、イーリス姫を呼んでいただく。彼女は持っているはずだ。王子の力を得る。何かしらの証、それをかけて私と戦ってもらう。手荒な真似はしたくないのだ。僕を解放しろ、鈴代と新もだ。そうすればイーリス姫を呼ぶと約束する。その条件は飲めない。私が望むのは今この状況下での戦いだ。ならばこちらも応じられない。そうか、やむを得ない。このようなことは本意ではないが、王子には少々怖い思いをしていただこう。ここはできる限り怪我はさせたくない。だが
怪我をする可能性もない状況では危機とは呼べない。ガードナーだと？さあ剣を取れ王子。最弱の部類の相手とはいえ素手では1分と持たぬぞ。そして盛大に戦いの歌を奏でる。イーリス姫に届くように。どうしました？クリス様の身に何かあったのですか？新たなのか。安心しろ、この程度の相手ならしばらくは持つ。新た様、クリス様は？結界が揺らいで、何者かが結界を破壊している。通常の力でこのようなことができるはずだ。大将、どこに行く？リーゼル、何が起こった？あなた？大丈夫です。それより早くクリス様を。この足だから言ってるんです。足止めくらいはできます。だから、あなたは早くクリス様を。そうか、わかった。
ほどのガードナーだと。変形、強化、再生、結界自体の威力に反応し、それを食らっているのか。結界の損傷率 7%。 これ以上は計画に支障。対応。闘技場に威力反応？まさか。お前は。待たせたな、鋼の姫、剣の姫イーリス。マイル。剣の姫イーリス、マイル。イーリス姫、結界のほころびはついたか。しかし、ゴーもやすやすと侵入されるだろう。落ち着け。鈴代の身が危ないのだろう。今脱出が先だ。王子はすでに安全な場所に移した。お前の企みもここまでだ。結界を解け。王子は元よりお前を呼ぶための場所。いなくなっても別に構わない。ならばさっさと決闘を申し込む。逃げも隠れもしない。貴様の挑戦受けて立つ。何を言って。ここは私の結界なの。他の姫の妨害は我が意のままになるから。最低者の用意した舞台に戦いの場を移したら、不利こそあれ有利なことなど何もない。何だと。こんな闇討ちのような手段で勝利を得ようというのか。勝利の美しさ、そのようなもので戦いを自己採点する趣味はない。私が従うのはワルツの公演。そこに決闘を律するルールはある。それ以外の戦いを律するルールは、すなわち決闘の場以外で戦うなら、どのような手段を用いようとそれを咎められる言われはない。そんな勝利でお前は満足なのか。お前の誇りは、お前の思いはそれで満たされるのか。姫の誇り、思い、それはお前のルールだ。従いたくなくして、自らの高さや足かせを褒め、美学に準ずる己の闘争さ、それもまた一級だ。違う。新た。違う。そんなんじゃない。このワルツは姫たちの思いを競う場所。自分の思いを誇れなくて何のための戦いだ。思いは枷なんかじゃない。それこそが戦うための力だ。いつもより饒舌のようだね、イーリス姫。だがそのあたりにしていただく。講釈を聞くためにお前を呼んだわけだ。貴様、新た、落ち着け。挑発に乗せられるな。さあ始めようか。あなた、左前方、ヴィーゼルの後ろ。お前が入ってきた結界の裂け目、見えるな。ヴィーゼルはまだ武器を呼び出していない。今ならば隙をつける。打ち込むと見せかけて一気に突破するぞ。
こに行こうというの？呼ばれていたのか！アクシデントは重なったが、結果は想定のうちに収まった。残るは最終段階。イーリス姫、お前を打ち倒す。今度こそ始めよう。あれを武器にするのか？浮かすに近づくのは危険な相手だ。だが、そして合心がどこまで持つかもわからない。そういうことだ。はぁ！確かに強い。だが、想定の範囲の強さ。どんな浮遊能力だと？では次はこちらからだ。you
中浮遊に加えて高速飛行、それだけでもたやすいことではないのに、その上この攻撃力、なんて桁外れの威力だ。さあどうした？この機を逃せば再び手の届かぬところに行くぞ。